つけくだされ。元槍川は危うい地でございます。かような最後があろうか。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して数多の武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め時より公を滅ぼせり。松子の息で時より公苔の下よりよみがえり志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人。恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。